ヒカデリーは、ロンドンシティオブウェストミンスターにある通り、西端のハイドパークコーナーと東端のヒカデリーサーカスをつなぎ、ロンドン南西部のメイフェアへ至る。また、ロンドン中心部から精神して、ハマースミス、アールズコート、ヒースロー空港、M4 高速道路へ至る A4 道路の一部でもある。この道の東部では南側に、セントジェームズ地区があり、西部では北側に、 建物が立ち並ぶ一方、南側にはグリーンパークがある。ピカデリーは全長およそ1マイルで、またロンドン中心部で最も幅広く最長の直線道路の一つでもある。通りは少なくとも中世から主要な道路の一つで、この頃にはレディングへ至る道やコーンブルックに至る道として知られていた。1611年から1612年頃、 ロバート・ベーカーが土地を取得し、ピカディルの製造販売で成功を収める。土地を買った直後、ベーカーはこの土地をぐるりと囲んで、自宅であるピカディリーホールなどいくつかの建物を建設し、これが地名の元ととなった。現在のピカディリーは1663年にチャールズ2世の妻でポルトガル出身だったキャサリン・オブ・ブラガンザにちなんでポルトガル・ストリートと名付けられた。 また、1668年には、グリーンパーク建設のためジャリングクロスから、ハイドパークコーナーに至る道が閉鎖され、これにより交通上の重要性が余計に高まった。道の北側に、ロンドンで最も壮麗な住宅の一部が建設されたのもこの頃で、クラレンドンハウスやバーリントンハウスなどが一例として挙げられる。クラレンドンハウスと同時期に建てられた。 バークリーハウスは1733年に消失したが、1737年に、ウィリアム・キャベンディッシュの手で、デボンシャーハウスとして再建され、後には、ホイック等の本部としても用いられた。バーリントンハウスには、ロイヤル・アカデミー・オブ・アーツ、ロンドン地質学会など、複数の有名協会の本部が入居している。また、通りの生誕には、ロス・チャイルド家の文家の一つ。 イングランドのロスチャイルド銀行家の複数人が大邸宅を構えていた。1684年にはセントジェームズ教会が性別され、周辺地域はセントジェームズ教区となった。155番地にあったオールドホワイトホースセラーは18世紀後半のイングランドで最も人気なコーチング員の一つであり、またこの時までに本屋がひしめくようにもなっていた。 バスホテルは1790年頃、ウォルシンガムハウスは1887年に建設され、買収、取り壊し後、跡地に高級ホテルリッツ・ロンドンが建設された。通りの東端にあるピカデリーサーカス駅は、チャールズ・ホールデンが設計し、1925年から1928年にかけて建設された。この駅は、地上構造を持たない初の地下鉄駅で、 通りにある地下道の入り口が駅への唯一の侵入路である。副食店のシンプソンズ・オブ・ピカデリーは、アレック・シンプソンが1936年に203から206番地で開設した店舗である。20世紀中、ピカデリーはヘロインを入手できる場所として知られ、1960年代には、ロンドンの脱法ドラッグ取引の中心地として、悪名高かった。現在では、 状況が改善し、ロンドンの主要なショッピング街として知られている。名所としては、リッツロンドンの他に、パークレームホテル、アシーニアムホテル、インターコンチネンタル、フォートナムメイソン、ロイヤルアカデミー・オブ・アーツ、ロイヤル・エア・ホース・クラブ、ハッチャーズ、在英国日本国大使館、在英国マルタ国大使館などが挙げられる。ピカデリーは、 フィクションの世界に影響を与えていることでも知られ、オスカー・ワイルドの真面目が肝心や PG ウッドハウスの作品などにその例を見ることができる。また、ロンドンを舞台としたイギリス版モノポリーのボードのマス目にもイエローのカラーグループの一つとして登場している。1869年の地図に描かれたアプスリーハウス。近隣の住宅はパークレーンの拡張に伴い、 1960年代初頭に取り壊された。ウェリントンアーチはこの時までに移設されている通りは何、世紀も主要な道路の一つであるが、北側にあるオックスフォードストリートと違い、ローマ街道の一部だったかどうかは証拠がない。中世にはレディングへ至る道やコーンブルックに至る道として知られていた。チューダーアーサでは比較的安定した社会状況から、 安全な事業として、ロンドンの都市拡張が行われた。不動産登記は、利益の上がる事業となり、あまりに早く発展が進んだので、感染症や災害の恐れから、当局が開発を禁止するほどであった。成長の勢いで、法律の実行力はほとんど失われていた。コベントリー、シャーウッド、グラスハウス、ルパートという4つのストリートに囲まれた、小区画と、 スミスコートの境界線は1559年から1560年にかけてエリザベス一世からロンドンのジェントルマンであるウィリアム・ドディントンに貸視された。1年少し後この場所はビール醸造酒であるセント・ボトルフ・ウィザウト王のトーマス・ウィルソンの所有になった。譲渡された土地の中には現在のグレート・ウィンドミル・ストリート東側にあたる 138エーカーの小区画は含まれていなかった。それまで、この区画はクラウンエステートに属したことがなかったと推測され、ヘンリー・パッセイの知性化では、アンソニー・コットンという人物が所有していた。ジョン・コットンは1547年にこの土地をジョン・ゴライトリーに譲渡し、その後ゴライトリーの子孫は、1611年から1612年頃に、この区画を、 下手屋のロバート・ベーカーに売却した。それから6、7年後、ベーカーは2度目の結婚で入った財産に多くを頼りつつ、ウィルソンの所有していた22エーカーの土地を買い取った。ベーカーはその後、流行のピカディルの製造販売で経済的に成功を収める。土地購入の直後、彼はこの土地をぐるりと囲み、自宅や店舗など複数の建物を建設したが、 二年の間に彼の自宅はピカデリーホールという名前で知られるようになった。1658年にフェイソンが発行した地図にはすでにナイツブリッジからピカデリーホールへの道との記述が見られる。近くにあった博地上のシェイバーズホールはタートホールやピカディルホールとあだなされロンドンのジェントリに人気であった。1641年には テル教がここで3000ポンドを失ったと伝えられている。ロバート・ベーカーが1623年に亡くなった後、長男のサミュエルもほど亡くして亡くなり、未亡人や彼女の父は、残った子供たちの養育権を買い取った。時系のロバートが1630年に亡くなった後、彼らは辞書を実質的に管理できるようになった。二人の間の一人娘が亡くなった後、 やもめとなった夫のヘンリーオクセンデンが土地の所有権を引き取った。複数の親戚がこれに異論を提したが、1665年頃にメアリー・ベーカーが亡くなった後、土地は王室に返還された。ロバートが王子にあたるジョン・ベーカーは土地の一部の所有権を持っていたが、親戚のジェームズ・ベーカーと土地の処遇でもめた。決着をつけようとした挙句、彼らは金を払ったり、 権利を苦戦レミア、トーマス・パントン大佐に譲ろうとするが、結局損をしただけだった。1670年代までにパントンは、開発を始め、ベーカーの遠い親戚から、文句はあったものの、着実に土地を発展させていった。セント・ジェームズ教会は1684年に、ピカデリーへ建てられ、設計は、クリストファー・レオンが担当した、現在のピカデリーは、チャールズ2世の妻で、 ポルトガル出身だったキャサリン・オブ・ブラガンザにちなみ1663年にポルトガル・ストリートと名付けられた。交通上の重要性はグリーンパーク建設のため1668年にチャリング・クロスからハイド・パーク・コーナーへ至る既存の道が閉鎖されたことでさらにいます。1660年のイングランド王政復古後、チャールズ2世は ポルトガルストリートと道の北側地区の発展を進め、地区は流行の住宅地となった。道の北側には、ロンドン一の大邸宅が何軒も建てられた。エドワード・ハイドは、王の政治的側近であり、この場所に宅地を購入して、1664年には、現在のアルベマールストリートの位置へ、クラレンドンハウスを建設した。また、は、残りの土地の一部を、ジョン・デンナムに売却し、 デンナムは後にバーリントンハウスをここに建設した。デンナムがこの場所を選んだのは当時のこの場所がノーハラに囲まれたロンドンの街外れだったためである。クラレンドンハウスは1718年に第3代バーリントン伯爵が建て替えを行うまで当初は貧しい人々が入居するために使われていた。バークリーハウスはクラレンドンハウスとほぼ同時期に建設され、 1733年に消失したが、1737年には、ウィリアム・キャベンディッシュによって、デボンシャーハウスとして再建され、その後ホイック島の本部としても用いられた。デボンシャーハウスは1921年まで残っていたが、再開発のため、エドワード・キャベンディッシュは100万ポンドでこの屋敷を売却した。バーリントンハウスには、ロイヤル・アカデミー・オブ・アーツ、 ロンドン地質学会、ロンドン臨例学会、王立天文学会、英国天文学協会、ロンドン高校協会、王立科学会が本部を置いている。バーリントンハウスには複数の学会の本部が置かれているピカデリー南側の土地は1661年にヘンリー・ジャーミンに対し30年間の賃貸契約が行われ、その後1740年まで期限は延長された。 162番地から165番地は1674年に王からエドワード・ビリアーズへ自由所有権が可視された。ホワイトベア・インは現在のピカデリー221番地と並行するジャーミン・ストリートの間に1685年に建てられた。インは18世紀の真中使用されたが1870年にレストラン建設のため取り壊された。 セント・ジェームズ教会建設が最初に提案されたのは1664年のことで、この年住民たちはセント・マーティン・ザ・フィールズ教区から独立した教区の設置を求めた。複数回の議案読み合わせが行われた後、1676年に建設が始まった。建物はクリストファー・レンが設計し、およそ5000ポンドの建設費用がかけられた。 教会は1684年に聖別され、周辺はウェストミンスターセントジェームズ教区になった。1680年までにポルトガルストリート沿いにもともと建てられた住居は、ほとんどが取り壊されるか建て替えられた。ピカデリーという名前は、1673年までにスワローストリート東側の一部を指して使われるようになり、その後次第に、 ポルトガルストリート全長を指す事実上の名前に変化していった。1720年のセントジェームズ教区周辺域計画では、この道がポルトガルストリートまたの名をピカデリーとして登場している。1746年に出版されたジョン・ロックのロンドン地図では、道全体を指してピカデリーと掲載されている。ハイドパークコーナーからピカデリーを望んだ図ピカデリーは、 ますます発展し、18世紀半ばまでには、ハイドパークコーナーまで到達した。セントジェームズ地区とメイフェアの発展で、ピカデリーは、ロンドンで、最も往来が頻繁な道の一つになった。ヒューメイソンとウィリアム・フォートナムは、1705年に、ピカデリーで、フォートナムメイソンとして、共同経営をはじめ、バッキンガム宮殿のキャンドルをリサイクルして販売した。 1788年までには、課金類、瓶詰めの食肉、ロブスターなどのエビ類、セイボリーパテ、スコッチエッグ、生肉、ドライフルーツなどの販売に乗り出していた。この頃のピカデリーは、有名なインやバーで名声を得ていた。155番地のオールドホワイトハウスセラーは、イングランドで最も有名なコーチングインの一つだったが、後に破壊された。 ブラックベアとホワイトベアは、向かい合わせに立った2軒のパブだったが、ブラックベアは1820年代に取り壊された。その他の有名パブには、ハミルトンプレイスのすぐ西にあったハーキュリーズ・ピラーズ、兵士に人気だったトライアンファントカー、そしてホワイトホースハーフムーンなどが挙げられる。バスホテルは1790年頃創建され、ウォルシンガムハウスは1887年に建てられた。 二つのホテルは後に取り壊され、跡地には1906年にリッツ・ロンドンが開設された。ピカデリーとブリック・ストリートの角にあたる106番地には、1761年にヒューハン・ロックが建物を建設した。その後建物はジョージ・コベントリーの所有になり、1765年頃には白尺の手で改装が行われたが、この時の建物は多くが現存している。 1869年には、紳士クラブのセントジェームズクラブが入居し、1978年までクラブの本部として利用した。なお現在は、リムコック・ウィン創造技術大学のロンドンキャンパスとして利用されている。イングランドのロスチャイルド銀行家からは、一族の複数人が通りの西側に大邸宅を構えていた。1825年には、ネイサン・メア・ロスチャイルドが、 自身の銀行を107番地へ移転させ、その後武闘場や大理石の階段を備えた巨大ビル複数の建設が、これに続き、地域ではロスチャイルドローと呼ばれるほどになった。ファーディナンド・ド・ロスチャイルドは、妻イブディナと共に143番地に住み、またライオネルド・ロスチャイルドも148番地に居住した。メルバーンハウスはペニストンラムのために、 ウィリアム・チェンバーズが設計したもので、1770年から1774年にかけて建設された。1802年には高級アパートに転換され、現在ではオールバニーとして知られている。このアパートには、イギリス首相のウィリアム・グラッドストンやエドワード・ヒースも入居していた。セント・ジェームズ・ホールは、オーウェン・ジョーンズが設計し、 1857年から1858年にかけて建設された。チャールズ・ディケンズは、大いなる遺産や、オリバー・ツイストなど、複数の小説でこのホールを舞台にしている。また、アントニン・ド・ボルザーク、エドバルド、グリーグ、ピオートル・チャイコフスキーなど音楽家を招聘した公演も行われている。建物は1905年に取り壊され、跡地には、ピカデリーホテルが建てられた。 本屋のハッチャーズは、1797年以来、ピカデリーで営業を続けており、1801年から187番地の現在地に店を構えている18世紀予測には、ピカデリーには本屋が数多く立ち並ぶようになった。1765年、ジョン・アルモンは178番地に店を開き、その後この店は、リチャード・グレン・テンプルや保育動員の行きつけとなった。 1781年には、ジョン・ストックデールが181番地に出店し、1810年に彼が亡くなった後も、家族によって1835年まで営業が続けられた。イギリスに現存する最古の本屋であるハッチャーズは、ジョン・ハッチャードが1797年に173番地で開いたもので、1801年に189から190番地に移転した。 オールディンプレスは1842年にチャンスリー、レーンからピカデリーへ移転し、1894年までこの場所で営業を続けた。170番地のエジプシャンホールはリバプールの W ブロックのために1812年にピーカイ・ロビンソンが設計したもので、古代エジプトの建築様式、特にデンデラ神殿複合体を模したものだった。この建物には今まで知る限り、 ピカデリーで最も不思議な場所の一つとの感想も寄せられた。19世紀にはこの場所で水彩画家協会や女性芸術家協会の展示会も開かれた。ホールにはエジプトの骨董品も多数収められており、1822年6月に行われたオークションでは2体の不完全なセクメトの像が380ポンドで、干品1体が300ポンドで売却された。 リッツ・ロンドンは1906年にピカデリーでオープンした交通騒音の増加から居住者は減少し古い建物は1920年代までに取り壊されるか教会用に転換されたがそれでも住居用の建物はわずかに残ったジョージ六世はヨーク港だった頃145番地に居住しており1936年の大井継承寺もここに住んでいたシンプソンズ・オブ・ピカデリー 現在は、ウォーターストーンズの機関店複食店のシンプソンズ・オブ、ピカデリーは、1936年に、ピカデリー203番地から206番地でオープン。したが、創立者のアレック・シンプソンは、ここで、工場製の紳士服を販売した。建築家、ジョゼフ・アンバートンが設計した、この建物は、アールデコとバウハウス様式が融合したもので、ルイス・サリバンの影響を受けていた。 開店にあたっては、ロンドン最大の紳士服店との広告が打ち出された。1999年1月の閉店後、建物は、書店チェーン、ウォーターストーンズの機関店に変わっている。20世紀の間、ピカデリーはヘロインを得られる場所として、悪名高かった。ジャズトランペッターのディジーリースは、1940年代、遅くにヘロインを求めて、 ブーツのピカデリー支店街に並ぶ人々を見たと回想している。1960年代までに通り屋周辺地区はロンドンの脱法ドラッグ取引の中心地として悪名高くなっており、ここでは無法薬剤師から闇市でヘロインやコカインを購入することができた。1982年までシャフツベリーアベニュー近くでは違法ドラッグを扱う薬剤師に20人もの客が 並ぶ様子を見ることができたという。144番地は1968年にスコッターに選挙され、スコッターたちはハイビルをホームレスの人々の緊急シェルターにする法的特権を得ることに成功した。スコッターの過激な運動はドラッグバイニーやヘルズエンジェルスがこの場所を選挙するようになったことですぐに破綻する。百六十九年九月十一日に 建物は取り戻され、許可を受けたスコッター団体が別の空き家をホームレスのシェルターとして使うようになった。1983年、エイバーがブリティッシュ・ジャーナル・オブ・アディクションに掲載した記事ザ・ピカディリー・ドラッグシーンでは有名売人が常におり、簡単にドラッグを得られるという状況について議論を行っている。今日のピカデリーは、 ロンドンで最も有名なショッピング街の一つであり、有名店がいくつもの木を連ねている。通りには、リッツロンドン、パークレームホテル、アシーニアムホテル、インターコンチネンタルなどがあり、その他にも高級ホテルやオフィスが存在する。20世紀には、紳士クラブが多くあった場所であるが、クラブは衰退し、現在では、キャバルリーガーズクラブとロイヤルエアホースクラブが、残るのみである。 グリーンパーク駅近くのピカデリーピカデリーは、ウエストエンドの交通の要衝であり、主要交差点が複数存在する。通りの東端であるピカデリーサーカスは1819年に開設し、リージェントストリート、シャフツベリーアベニューとピカデリーをつないでいる。この場所は、ロンドン名所の一つで、1893年に建てられたエロス像、1923年に作られた。 巨大な電光掲示板がこれに拍車をかけた。通りの生誕は、ハイドパークコーナーで、ピカデリーは他にもセント・ジェイムズ・ストリート、アルバマール・ストリート、ボンド・ストリート、ドーバー・ストリートなどと交差点を作る。ピカデリーは、ロンドン中心部から精神して、ハマースミス、アールズ・コート、ヒースロー空港、M4 高速道路へ至る A4 道路の一部である。19世紀半ばから、 道路の渋滞が報告されており、結果道路の拡張と、それに伴うグリーンパークの北側区画の一部撤去が行われた。1930年代には、信号機が導入された。1950年代遅くには、運輸省によって、ハイドパークコーナーが改修され、パークレームの拡張などを通し、巨大なラウンドアバウトが完成した。500万ポンドの費用をかけて行われ、 1962年10月17日に開通した。ロンドンバスの9番線、14番線、19番線、22番線、38番線、C2 番線、N9 番線、N19 番線、N22 番線、N38 番線、N97 番線がピカデリーを通る。また、ロンドン地下鉄のピカデリー線は、一部がこの通りの地下を通過している。 ピカデリーの最寄り駅は、いずれもピカデリー線のピカデリーサーカス駅、グリーンパーク駅、ハイドパークコーナー駅である。ミュージックホールで歌われていた、はるかなティッペラリーでは、歌詞にピカデリーとレスタースクウェアが登場する。1912年に書かれた、この曲は、ロンドンに住むアイルランド人男性を歌う歌詞が付けられているが、アイルランド人が大半を占める舞台。 コンノードレンジャーズが第一次世界大戦中にこの曲を採用したことで人気になった。通りは1881年にギルバートサリバンが作ったオペレッタページェンスでも If You Are Anxious f o r Two Shine の歌詞中に登場する。エドワード長のミュージカルアーカディアンズはウェストエンドとニューヨークのブロードウェイでロングランを記録したがナンバーには オールダウン・ピケディリーという曲が含まれる。また通りはいくつかのフィクション作品にも登場する。EW ・ホーナングが創作した、紳士泥棒の AJ ・ラッフルズ、オスカー・ワイルドの、真面目が肝心に登場するジャック・ワージングは、いずれもオールバニーに住む設定である。メアリー・シーキングによれば、ワイルドがこの通りを選んだのは、切り裂かれたとか、刺されたという意味のスペイン語。 ペカデロに五感が似ていたためという。イーブリング王の小説、階層のブライズヘッドでは、ピカデリー近く、セントジェームズ地区の袋工事にあると考えられる。大邸宅、マーチメインハウスが登場し、取り壊されてフラットに転換されたと述べられる。この作品が1981年に、グラナダテレビジョンで映像化された際には、マーチメインハウスの外装として、 クリーブランドローのブリッジウォーターハウスが用いられた。1894年にアーサー・マッケンが書いた中編小説パンの大人では悪女でパンの子孫にあたるヘレン・ボーンがアシュリー・ストリートという偽名でピカデリーに住んでいる設定である。マージェリー・アリンガムが創作した探偵のアルバート・チャンピオンは交番の上にあるピカデリー・ボトルストリート 17A 番地のフラットに住んでいるが このボトルストリートというのは架空の地名である。P.G. ウッドハウスは複数作品の舞台をピカデリーにし、20世紀の大戦中に裕福で仕事もしていない独身貴族が遊ぶ場所として描いた。ジーブスシリーズに登場するバーティウスターや彼のドローンズクラブの友人、また恋人界を渡るに登場するジェームズ・クロッカーなどが例として挙げられる。また、 ドロシエル・セイヤーズの架空の探偵、ピーター・ウィム・ジー・卿は、戦時中、ピカデリー 110A 番地に住んでいた設定である。通りは、ロンドンを舞台としたモノポリー版のマス目にも採用されており、レスター・スクウェアやコベントリー・ストリートと同じ色のグループである。1992年には、欧州連合版が作られたが、その際ピカデリーは、オックスフォード・ストリートやパークレインと並び、 ロンドンの通りとして採用された。1996年には、ラトビアの歌手ライマバイクルが、ヤービシュラナパイカディリーと銘打ったアルバムを発売した。ありがとうございます。